新庄監督、気になるのは清宮。シーズン前までの下馬評は圧倒的に B クラスが多かったものの、いざ開幕すると、ここ2年で実力をつけた若手選手らが躍動。昨オフに FA でオリックスから加入した左腕山崎の活躍もあり、19日時点でソフトバンクに次ぐリーグ2位を死守する。そんなチーム状況だけに新庄宇津義監督や球団幹部らはさぞ上機嫌かと思いきや、実は密かに頭を悩ませている、問題もある。現在、ファームで調整中の清宮幸太郎内野手の一軍復帰が遅れているからだ。プロ7年目を迎える清宮は今季の覚醒を期待されながらも、春季キャンプ直前の自主トレ中に左足首を捻挫。開幕1軍を棒に振ったばかりか、1軍に昇格した4月19日以降もバットは湿りっぱなしだった。結局9試合の出場で打率8分3厘という極度の不振に終わり、今月6日に1軍登録を抹消。それ以降は2軍での調整を余儀なくされている。もっともチームは好調で清宮抜きでも今季は十分に戦えている。にもかかわらず、なぜ清宮の動向にチーム周辺は気をもむのか。その背景にはやはり本人の持つスター性がある。清宮はプロ入り直後からスラッガーとして注目を浴びたこともあり、今も日本ハムでは数少ない全国区の選手。清宮の打棒が爆発すると必然的にファンを中心に日本ハムは盛り上がる傾向にある。球団幹部もその事実を認めながら清宮の必要性をこう説明する。なんだかんだ言っても幸太郎や J の人気と注目度は営業面で計り知れない。チームは今上位争いを続けていますが、そこに生え抜き2人の活躍が加わるかどうかで観客動員やファンのボルテージも変わってきますから。監督も最近は幸太郎の話題を話さないようですが、裏では彼の2軍での状態を本当に気にかけている。 J も復調気味ですし、幸太郎はそういう監督の思いなども組んで発奮してもらいたいんですけどね。今年はこの二人に頼らざるを得ない状態ではなくなっただけ。清宮のキャンプ前の怪我の離脱が、すべてと言っても過言ではないかな。清宮には、花はあるけど、安定感がない。守備しかり、打席しかり。清宮は本当にそろそろレギュラー取れるくらいの活躍をしてほしい。人気や注目度と言っても、一定レベルの成績は出してくれないと、憶測記事の的になって終わるだけなのでね。2軍でホームランが出始めているので、タイミングの取り方などが目にかなえば、1軍昇格は間近でしょう。清宮、野村は世間が勝手にすごいと押し上げた選手。全くロマンはないし。新庄監督が慎重になるのは当然。成績よりも一軍で通用するマナーを重視してあげた前回。一軍では振るわなかった。営業面だけで言えば、清宮や野村はこんな成績でいいのでは？この記事で言うような営業面での功績は、ファンとしてはあまり感じないな。多少守備に難があっても打てれば我慢して使うんだけどね。金銭トレードでもいい、早期に他球団へ移行した方が本人のため。